はい、どうも、メンヘラおじさんです。おはようございます。昨日はライブ配信ありがとうございました。まあ、1時間20分か30分ぐらいさせていただいて、まあ、いつも通り、言うたらまあ、20人ぐらい集まってもらってですね、結構丁寧に、お話ししながらですね、やっていけたかなというふうに思ってございます。で、その中で、お会いしたいですと。いう方が出てきてですね、LINE ID の交換をさせていただいて、もう、オフ会の日程も決まりましたし、やることになりました。で、個人的には、全然、みんな来てもらっていいんですけども、まあ、相手さんがね、どうだっていうところもある中と、あとまあコロナ禍っていうことでですね、まあ少ない人数で、集まる会っていうのをたくさんやる方がまあいいかなという考えのもとですね、やっておりますので、まあもしそのなんですかね、いや私もっていう形になってきたら、まあ一箇所に集めて一回でやるっていうことはあるかもしれませんが、基本的には個々対応していくつもりでございます。で、費用に関してはまあ折半か、相手さんに多く払ってもらうかっていうところで、考えておりますが、まあ基本的に全然折半で大丈夫でございますというのはもう伝えてて、で日程調整して、で今やり取り一通り終わったかなというところでございます。で、まあ、いろいろ有意義だったかなというふうに思ってますし、まあ、おじさん的には楽しみが一つ増えたなというところでございます。うん。で、まあ、なんていうんですかね、これからどうしていこうかというような話と、あとまあ、婚活の話とかで結構盛り上がったかなという感じでございました。うん。今なんか喋ろうと思ったんですけど、忘れましたね。まあ、そんなところで、やっていければなというところです。来週は、ひょっとしたら、ライブ配信しないかもしれないですけども、また、言うたら、今258人登録者なので、300人突破、400人突破、まあ、5000時間突破、そういう節目節目ではですね、また、ライブ配信、どっかのタイミングでやりたいと思ってますので、またお時間ある方はですね、参加いただけたらなというふうに思ってます。で、正直、213さんからもちょっと連絡来てたんですけども、250人も登録者いたら50人ぐらい来るんじゃねえとかいう話してて、逆に50人とか来られたら、本当に、なんていうかね、質問項目が追いつかへんやんみたいな形になって、逆にちょっとテンパるかなっていうふうにちょっと焦ってたんですけども、まあ、そんなことにはならずにですね、まあ、いつものメンバーで、だらだらやってたというところでございます。理想を言えば、そら、ひろゆきさんみたいにですね、バーっとこう、タイムラインバーっと出てきてて、もう俺はスパチャしか読まへんねんみたいなスタンスでですね、やれるようになれば、そらええんでしょうけれども、まあ、何事も、なんですかね、まあ、ゲーム感覚って言ったらあれですけど、まあ、言うたら、経験値の低い時は、低い時なりの戦い方があって、レベルが上がっていけば、まあ、ちょっと、やり方が変わってきて、ステージが変わってきたら、やり方が変わってきてっていう、その、ステップをね、楽しむっていうところで、やっていければなというふうに思っているので、まあ、それなりにおじさんは楽しくやってますというところですね。ただ、なんか、この、言うたら、YouTuber さん、おじさんと結構似た毛色で面白いですよみたいなものをなんかちょこちょこ上げてもらうんですけども、いずれもなんか 4,000人ぐらいいるようなYouTuber の方をなんか横で上げてもらっててちょっと恐縮やなと思いながらですね、話してました。まあ早くその人たちに追いつこうと思ったら、まあまず第一の関門は1000人突破やなというところですね。もうだって待機されてたチャンネル4000人ぐらいいましたから、登録者4000人はちょっとまだ早いなと思ってますし、まあ、その人たちはもう、だからやること決まってるんで、でもおじさん的には、まあ、おじさんのチャンネルっていうことで、なんか婚活もやれば、投資もやればみたいな形でいろいろやってるんで、まあ、そこら辺は、まあ、好きに喋らせてもらいたいなというところで、今のところはやってますけれども、なんか、婚活やったら1000人いけそうやけど、なんか、その投資やったら、おじさん、投資失敗してるから無理ちゃうかみたいな、なんか、そんな話とか、しながらですね、まあ、ああじゃこうじゃ言いながら、楽しく結構やっておりますというところです。まあ、何事も、おじさん的にそんなストレスを感じずにですね、やれてるのはありがたいなというのと、アンチがね、今少ないんですよね。少ないというか、まあ、バットボタンは押してきてるんでしょうけども、なんていうんですか、明確に、ゴリゴリ攻撃するために複数回、なんか、アタックしてくるような人があんまいないんで、
まあ、以前に比べて平和やなと思いながら、細々やっております。まあ、このペースで、1000人いければなというふうに思っております。まあ、それできれば今日明日にでも行きたいんですけども、まあ、そんな、なんですかね、浮き足立たずにですね、着実に、動画を配信し続けてやっていければなと思ってます。まあ、そんなこと言いながらももう今動画450件ぐらい上がってるんですけども、まあ1000件ぐらい上げたらなんか1000人ぐらい行きそうちゃうかなとかっていうぐらいの、長いスタンスでですね、ベラベラ喋れたらなというふうに思ってございますのでよろしくお願いします。もう次の動画も決まってるんですよね。まあちょっと銀行とアイフルの話、をしようと思ってます。はい。一旦動画終わります。ライブ配信ありがとうございました。はい、以上です。